韓国の道路信号機では韓国における道路信号機について説明する。近年では都市部での歩きスマホ対策として路面に歩行者用の信号機と連動するランプを埋め込む例もある。四色式信号機四色式信号機四色式信号機五色式信号機1967年頃の信号機青信号券車両以外の車は 直進し、右折することができる。非保護左折表示、または、非保護左折標識があるところでは左折できる。それ以外の道路では、青の矢印が出てから左折ができる。高信号車は停止位置から先へ進んではいけない。しかし、高信号に変わった時に停止位置に近づいていて、安全に停止することができない場合はそのまま、進むことができる。右折、または、 定時路の交差点の右レーンでの直進ができるが、歩行者の進行を妨害することはできない。赤信号車は停止位置を超えて進んではいけない。中国や韓国では、赤信号の状態でも信号に従って、進行してくる自動車を妨害せずに右折、または定時路の交差点の右レーンでの直進ができる。高信号の点滅歩行者や車や路面電車は、 他の交通に注意して進むことができる。赤信号の点滅歩行者は他の交通に注意して進むことができるが車や路面電車は停止位置で一時停止して他の交通に注意して進むことができる。青色の矢印自動車は矢印の方向に曲がることができる。黄色の矢印車は停止位置から先へ進んではいけない。しかし、 高信号に変わった時に停止位置に近づいていて安全に停止することができない場合はそのまま進むことができる赤色の矢印車は停止位置を超えて進んではいけない黄色の矢印の点滅歩行者や車や路面電車は他の交通に注意して指定方向に進むことができる赤色の矢印の点滅車は停止位置で一時停止して他の交通に注意して 指定方向に進むすることができる。信号機の外装は黄色であったが、1982年から黒に変更された。1962年3月5日、道路交通法施行最速制定が制定された。時の取り決めこれに伴い、左折が指定した場所では右折も可能。ができるのは木、または青色の矢印信号に変更される。 1978年9月14日からの取り決め。非保護左折の標識右側通行であるため赤、信号は左側で青信号は右側に位置する。日本放送協会危険なのは自分だけじゃなかった。NHK ニュース2021年11月3日閲覧。注意国際式との同時に光る信号が存在するため。 左折青矢印があるところは、左折青矢印の時だけで左折はできるため、通常の青の時は、一般の道路では、左折ができないことが多い。ありがとうございます。